よし、私は準備できたわ。じゃあ出発。頼まれていたものはこの USB にすべて入れておいた。これを言われていたところに差し込めばいいのね。世界が元に戻ったらテレビ局から自動で放送されるだろう。質問に答えるのならはいだな。差し込むだけでいい。わかった、出発しよう。よし、やってやろうじゃないの。確かこの辺にテレビ局があったはずよ。来てくれて嬉しいわ。チャンスだ。あなたがいなかったら私一人で何もできなかったの。
この辺りにテレビ局があったのを思い出せてよかった。少しだけ時間をちょうだい。いいわ。はじめ、実、久しぶり。今さらこんなことをしても意味がないかもしれないけれど、私これしか思いつかなくて、理解してくれると嬉しいわ。皆さん、私はユナと言います。私が何を言いたいのかというと、あの日私の友達であるジスはお酒を飲んでいません。なぜそう言い切れるのか。それは私があの日ジスと一緒にいたからです。ジスは私と遊んでいる途中、友達のお願いで彼女を家に送る目的であそこに訪れただけで、どんな理由であれ未成年者がバーに出入りしたことは確かに軽率でしたが、報道のように飲酒をしたというような事実はありません。ジス、怖くて口をつぐんでいた私を許してほしい。あなたに会いたいわ、すごく。あとは世界が元通りになるだけね。この動画は勝手に広がっていくだろうし。全部やり遂げられたのはあなたのおかげよ。やってよかった。世界を救う救わないの大事な時に私的なことをしてしまったわけだけど、そう、あなたにとって私は大事な人なのね。口先だけなの？
曲を完成させなきゃ。とりあえず二人で写真撮ろっか。最近全然撮ってないから腕が鈍ったみたいね。とにかく曲が発表される前にあなたに聞いてほしいの。約束よ。それじゃ、約束ね。準備ができたら、この瞬間をきっといつまでも忘れないわ。ねえ、あ、ありがとう。おお！時間はもう残り少ない。そろそろ最後の準備をしなくてはいけないわ。そうね、もしかしたら私たちが会うのもこれで最後になるかも。それはそうとして、私の力を使ってあの子に会ったのね。本当によかったわ。ここからは彼があなたを導いてくれるはず。あの子は私のお気に入りなの。あなたたちはみんな私の子よ。私がなぜヨハンを気に入っているかわかる？あの子は心が揺らがない。
あんなことがあった後でも彼は温かいけど寂しい子よ。強がっちゃってヨハンとあなたうまくやれそうでよかったわ。いや、ごめん、今は一人にさせて。どうしたの？私の顔に何かついてる？悪いが少し話せないか？感謝する。この前の件から私たちの間にぎこちない雰囲気が醸し出されたことに気づいた。私のぎこちなさを測定できる機械がうまく作動した証拠だな。練習がてら作ってみたのだ。空気を読めない奴には役立つだろうからな。とにかく昨日の夜は赤色だった。そのでな、謝罪がしたかった。それだけだ。研究、実験、これらは本当に楽しいが、お前を無理やり私の目線に合わせて強要させたくはないのだ。良い結果を出すことだけを考えて急いでしまえば、逆に悪い結果をもたらすことになるだろう。私の情熱は危険だ。私は以前ワームホールを作り出すのが夢だった。その実験のために時間や資本がかなり必要だったが、私は見たのだ、この実験がもたらしてくれる可能性を。その素晴らしさに気を取られて、私は自分のマシンに過負荷がかかったことに気がつかなかった。もしあの時私の助手たちがマシンを壊して強制的に止めなかったら、研究所の職員527人が死んでしまっただろう。全部私が科学に必要以上に浸水していたせいだ。あの時私は自分の情熱を閉じ込めると決めたのだ。お前に驚いてその誓いはどこかへ飛んでいってしまったがな。大丈夫ではない。だがそう言ってくれて感謝する。今まで通りに研究を続けてもいいだろうか。今度こそ細心の注意を払うことを約束しよう。そうか、なぜダメなのだ？お前は本当に優しいな。私が何をしでかしたのか聞いてもなお。本当は私も情熱を燃やしたい。だが
こまで言うのなら科学は絶えず進歩しなければならない。観察結果は記録されなければならない。仮説は検証されなければならない。動的平衡は達成されなければならない。すべては人間の進歩のために。どうだ？よし、な、本当に感謝する。いや。ごめん、今は。お前の腕が今度はどこに導いてくれるのか調べてみよう。準備はできているな。出発しよう。今は大科学時代。今この状況で言える言葉ではないかもしれんがな。スイトン、スイトン。
スリーソード、やチャンスだ、氷の女王とは私のことだ。フォワールウィンド、私たちの位置がわからないだと？マシンを再調整する必要がありそうだ。やはり同じところをぐるぐると回っているようだ。だがお前の体力に関する情報はアップデートされたな。よし、やスリーソード、ティンガー！
待て、ここはお前の腕が私たちを科学博物館に導いたというのか。私はこの場所が本当に好きだ。この備品とともに今日こそ私たちは宇宙の秘密を解き明かすのだ。本当にこんなはしゃいでしまっていいのか。なぜならお前は私がどこまで狂えるのかその目で見ただろう。私は多くの人を怪我させてしまうところだった。そうだろうか。冷静で計算論的思考でいてみんなが安全なのであれば私の情熱は価値のある犠牲であると思うのだ。いや、そう思うしかないのだ。ことはない。情熱が私にとって役に立ったことがあるだろうか。確かにそう思うとそう悪くないかもしれないな。情熱も悪いことばかりじゃなさそうだな。私は極端に決めつけていたようだ。私自身を縛りつけるのは愉快ではなかった。そうすることで安全になるというわけではなかったのにな。私は誓うぞ、この科学博物館で私は情熱に従うが支配されないようになる。ありがとう。自分のありたい姿でいるということはとても気持ちいいものだな。実はな、お前のために作っているものがある。さあな、後々わかるだろう。ほう、私たちがマシンについて議論するにはまだ早いと思うが、私と一緒にプレイしてくれると約束をするならヒントをくれてやろう。よし、約束したからな。ヒントはお前がとても気に入るものだ。待て、まさかあれはオーロラなのか。 ありえない。急げ、ついてくるので。完璧だ。これは私が保管するとしよう。